今週の土曜日、12月10日、京都でエディオンディスタンスチャレンジが行われますが、注目選手や注目の記録など、見どころをたっぷり紹介していきたいなと思います。まずは女子1万メートルにエントリーされました、拓殖大学2年生の不破聖ラー選手を紹介させていただきます。 1>, 1万メートルの学生記録保持者でもありまして日本歴代3位のタイムを持つ不破聖衣来選手今年の夏行われましたオレゴン世界陸上は故障の影響もありまして最終選考会の日本選手権を欠場しましてその時点で、ね、世界陸上のスタートラインに立つ夢は敗れてしまいましたけれども昨年、参加標準記録は突破していたということで、まあ、非常に能力の高い選手ですよね注目度もある選手で能力も高い選手来年行われますブタペスト世界陸上の参加標準記録は まあ、今年の、ね、オレゴン世界陸上に比べて一気に上がってしまいまして難易度はかなり高くなってしまったんですけれどもターゲットタイムはブタペストの30分40秒00となるのではないかなと私は見ております。まあ、1キロあたり3分04秒ペースに対して 川選手はどうアプローチをかけていくのか注目です。そしてライバルとなるのが資生堂の五島理の選手。今年の夏オレゴン世界陸上の日本代表として出場されまして、来年のブタペストの30分40秒00を狙いに行くと公言しておりました。まあ五島選手に関しては後半強いんですけれども、前半からねかなり入りが早くなるじゃないかなと私は見ております。まあ五島選手は3分00秒から3分4秒この辺りでねしっかり5000メートルマで走ってそこで作った貯金を残り4000メートルかけ 切り崩していくそしてラスト勝負にかけていくんじゃないかなと思うんですけれども不破選手はねどちらかというとネガティブスプリット後半上げていくタイプですので、まあ、不破選手のアプローチがね本当に楽しみだなというふうに思いますけれどもどんな記録で走るか注目です続きまして女子五千メートルにエントリーされております名城大学四年生の山本優馬選手を紹介させていただきます三千メートルの学生記録八分五十二秒一九を今シーズンマーク五千メートルは十五分十六秒七一の日本人学生記録をマークされました まあ非常に今シーズン絶好調でかなりの記録が期待されるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ最低限ターゲットタイムは2008年に立命館アジア太平洋大学に所属しておりましたワンガリ選手がマークしました15分13秒09という記録ですあとね3秒ちょっとに迫ってるんですけれどもまあこちらの記録を更新すれば学生記録ということで留学生含めての学生記録をマークするということができるということでこちらの記録を狙いたいと山本選手は話しておりましたけれどもこちらの記録はほぼ間違いないと 私は見ております。今年の夏行われましたオレゴン世界陸上の参加標準記録が15分10秒00ということで、まあオレゴン世界陸上のね、参加標準記録、えー、来年のブタペスト一気に上がりましたから、オレゴンの突破に関してはあまり意味を持たないかもしれないんですけれども、本人にとって大きな自信になることは間違いないのかなと思いますし、15分1桁出すと本当に将来が楽しみな選手だなと思います。 そして、来年行われるブタペスト世界陸上の14分57秒00にどこまで迫れるか私は注目しております。栃木国体の5000メートル、12月の日体大記録会3000メートルで、女子5000メートルの日本記録保持者、広中璃理佳選手にも勝ちました。15分1桁はもちろんですけれども、ブタペストの世界陸上の参加標準記録、14分57秒00もぜひね、えー、クリアしていただきたいなと。それぐらいね、 希望、夢と希望、詰まった、そんな選手だと思います。まあ、不破選手がね、昨年すごい記録出しましたけれども、今シーズンは山本選手もね、負けておりませんから、ぜひね、山本選手、素晴らしい走り、期待したいなと思います。そんな山本優真選手が所属しております。名城大学は、他にも山本選手以外、女子5000メートルに4名の選手がエントリーされましたので、紹介してまいります。1年生の米沢奈々香選手。 2年生の谷本七瀬選手3年生の増渕優香選手1年生の原田咲選手の4名の選手がエントリーされました米沢選手は10月に行われました全日本大学女子駅伝1区で区間賞谷本選手は同じく10月に行われました全日本大学女子駅伝4区で区間賞並びに区間新記録をマークそして3年生の増渕優香選手も10月に行われました全日本大学女子駅伝6区で区間賞並びに区間新記録をマークしました 名城大学はね、史上初の6連覇を果たしましたけれども、その6連覇のメンバーのうち4名の選手がエントリーされたということで、かなり楽しみな選手が揃っております。そして1年生の原田咲選手は、全日本委員から1万メートル準優勝ということで、今回は5000メートルですけれども、 1>, 1万メートルにエントリーしておりますフワセイラ選手の次に走り抜けたのが原田選手ということで1年生の原田選手もしっかりエントリーされました、まあ、すごいメンバーが揃った中で特に谷本選手と米澤選手は前半型かなり谷本選手は特に、ねえー、攻めていくと思うんですけれども山本選手、田中希実選手広中リリカ選手など本当にトップランナーがいる中でどこまで攻めるか非常に楽しみだなと思いますし米澤七夏選手に関しましても攻めてくると思うんですよねということで2人の争いがとても楽しみ なといいう,うに思います、まあ、どこまでついていけるかっていう部分も期待したいなと思います、えー、そして、増渕優香選手と原田咲紀選手はまとめるのが非常にうまい選手トータルでしっかり走って終わってみれば高記録がもっ生まれるというようなね2人のタイプなんですけれどもただ原田選手に関しましては全日本大学女子駅伝残念ながら走ることできなかったんですけれどもその後の日体大記録会1万メート m 記録挑戦競技会 日体大記録会と、えー、4本、ね、欠場ということでかなり、ね、ちょっと心配してるんですよ。ということで元気な走る姿が見たいなというふうふに思います、まあ、しっかり、ね、スタートラインに立って走ることさえできれば記録はついてくるタイプの選手だと思いますので、まあ、ぜひ、ね、4人、そして山本選手を含めて5名の選手スタートラインに立つ姿が見たいなと思います名城大学勢の走りに注目です。 続きまして女子3000メートルにエントリーされました、豊田自動食器の後藤ゆう選手を紹介させていただきます。今年の日本選手権1500メートル準優勝の後藤選手、優勝した田中臨選手と同い年で、中学は同じ兵庫県でずーっとね、えー、全国クラスで後藤選手も田中選手もしのぎを削ってきた中、そして高校は同じく西脇工業高校、大学も同じ同志社大学に所属、そして実業団豊田自動食器とずーっとね、一緒に走ってきた中なんですけれども、まあその、 後藤選手は常にね、田中希実選手の背中を見ながら走ってきたと思うんですよ。そういった中で、楽しさ、友達としての仲良さだったり、まあ、頑張る希望もくれたのが、えー、田中選手だとは思うんですけれども、その中で一方でね、悔しさも当然ながらあったと思うんですよ。そんな中、10, 10月のね、電化チャレンジでは1500メートル、田中希実選手に勝っての優勝も果たしましたし、今年自己ベストも更新してきた、そんな中で3000メートルはね、8分49秒65もマークされました。 まあトラックでね、結果を残してきたんですよ。ただまだ、えー、世界陸上だったりオリンピックはね、出場できておりません。世界大会を見せる上で予選準決決勝1500メートルは全て中1日で行われるということで、5日間で3本1500メートル走らなければならないということで、まあスタミナは絶対大切になってくるんですよね。そういった中で後藤選手が今回3000メートルを走ることで、一つね、 え、距離も大切にしていかなければならないことをね、学んでいくんじゃないかなというふうに思います。もちろん3000メートルを1本走るスタミナではなくて、1500メートルを5日間で3本走るというね、また違ったスタミナも必要になってくるんですけれども、しっかり長い距離をトライしながら、 1> いい一年の締めくくりにしていただけたらなと思います。特にエントリーはされてたんですけれども、クイーンズ駅伝とプリンセス駅伝走ることはありませんでしたから、ちょっと後藤選手のね、元気な姿も見たいなと思いますので、ぜひね、いい素晴らしい一年の締めくくりになるような、そんな走りに期待したいなと思います。続きまして女子1万メートルにエントリーしております、資生堂の五島里野選手と、同じく女子1万メートルにエントリーしております、資生堂の木村智香選手を紹介させていただきます。 五島選手に関しましては、オレゴン世界陸上日本代表、来年のブタペスト世界陸上、30分40秒00をターゲットタイムとして狙っていくということをねコメントしております。1000メートルあたり3分4秒のペースなんですけれども、五島選手、当然粘りも強い、後半も強い選手なんですけれども、まあ、前半の入りがね非常に速い選手ですから、 まあ前半の5000メートルまで3分4秒から3分の間で5000メートルまで行って前半の貯金を使いながら後半しっかり粘る逃げるんじゃないかなと私は予想しておりますまあ拓殖大学のフワセ衣ラ選手は後半ネガティブスプリットタイプの選手なんですけれども五島選手とねワ選手の戦い方にも注目したいなと思いますそして資生堂の木村智香選手に関しましてはクイーンズ駅伝1区で区間賞ということで初めから強さを見せてくれたスタートダッシュを決めましたよねえブダペスト世界陸上の参加標記録を狙いに来るのかそれ どもチームメイトの五島選手のアシストに回るのか、まあ、いずれにしても前半型の木村選手がいるということでレースは、ね、かなり前半から速いペースになるのかなという,ふうに思いますので、まあ、最初から攻めるのが持ち味の木村選手そしてそこに付き合える乗っかっていけることのできる五島選手の2人の姿勢のチームワークに注目です。 続きまして女子 5000m にエントリーされております日本郵政グループの広中璃梨カ選手と豊田自動食器の田中臨選手を紹介させていただきます広中選手はすでに来年行われるブタペスト世界陸上の参加標準記録1万メート m では突破済みということであとは 5000m で狙うという形になるということで非常に調整しやすいですよね あとは日本選手権で3着取りが必要になってきますから、日本選手権を見据えた上で5000メートルの参加標準記録も狙いに行くということで、非常に楽しみです。そして何といっても5000メートルの日本記録保持者でもありますので、日本記録は、えー、ブタペストよりもね、上の記録持ってますから、しっかり自分の、過去の自分と戦いつつ、そして今回は田中臨選手、山本優馬選手といったスピードランナーもいますので、対応していっていく姿が見たいなと思います。まあ、ポテンシャル、能力を考えればまだ若い選手ですし、 ブタペストの参加標準記録っていうのは、もう射程圏内に入っているのではないかなと思っております。続きまして、豊田自動車機の田中選手、えー、自己ベストは14分58秒60ということで、えー、その記録に対しまして、ブタペストの世界陸上の参加標準記録、14分57秒00、射程圏内に入っております。狙えなくもない記録ということで、 そして、記録はもちろんなんですけど、弘中選手との戦い、そして山本優馬選手との戦いも非常に楽しみだなというふうに思います。まあ、今回ね、仮に標準記録突破できなくても、田中選手に関しましてはレースの本数が非常に多いので、まあ、世界ランキング、ポイントを積み重ねての世界陸上の参加っていう部分では、もう実現的なのかなと、現実的なのかなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、しっかり実りのあるレースにしていただきたいなと思います。2人の 14分台ランナーに注目で、続きまして男子5000メートルにエントリーされております。富士通の2人の選手を紹介させていただきます。坂東優太選手と塩尻和也選手です。えー、坂東選手は東京オリンピック5000メートルの日本代表。塩尻選手はリオデジャネイロオリンピックの3000メートル障害の日本代表ということで、2人ともね、オリンピアンということなんですけれども、えー、5000メートルのブタペストの世界陸上の参加標準記録は13分07秒00ということで、かなりハードルはね、高くなりました。 なので、まあこの記録を狙いつつただね、ねポイントを積み重ねていって来年の日本選手権で着順通りでオリンピックを狙うという形もね世界陸上を狙うってう形も1つの形なのかなと思いますけれどもあとは富士通といえばニューイヤー駅伝がありますまあ、駅伝が全てではないとは思うんですけれどもチームとしてそして所属する会社として駅伝というのは1つ大切なねイベントだと思いますのでぜひ駅伝でもね日本一を狙うためにいい刺激になるんじゃないかなと刺激そうになるのではないかなと思います。 今回5000メートルしっかり走れればお正月ね、まあ最長区間は話は別になってきますけれども、それ以外の区間というのはしっかりね、合わせられると思いますので、ぜひね、えー、今回のレースをきっかけに、そしてお正月活躍を期待したいなと思います。そして最後は女子5000メートルにエントリーされました、立命館大学の村松姉妹を紹介させていただきます。最終組にエントリーされたのが1年生、妹さんの村松優選手。3組目にエントリーされたのが立命館大学2年生の村松友選手です。 えー、村松優選手は全日本大学女子駅で1区で区間2番。村松友選手に関しましては全日本大学女子駅で3区で区間2番。全日本以下でも5000メートルで準優勝を果たしております。そして1万メートル記録挑戦協議会では32分27秒29の自己ベスト並びに今シーズン学生最高記録もマークされました。まあ、村松友選手もね、最終組で見たかったんですけれども残念ながら3組ということなんですが、まあ、2人して共通して言えることが、まあ、腰高なフォームで、ストライドがとにかくね、広いんですよね。 えー、そして可動域が広いということで、後半まで動きが鈍らないということで、まあ非常にスピードもね、乗っていくタイプの走りなのかなと思いますので、まあ二人ともね、いい記録、15分台はもちろんですけれども、その先を見据えた走りができるんじゃないかなと期待しております。ということで、今回の動画は12月10日土曜日、今週京都でエディオンディスタンスチャレンジが行われますが、注目選手や注目のかかる記録など、見どころを紹介させていただきました。ぜひ皆さん注目してください。以上。